トゥース。あ、皆さんこんにちは。おやじです。本日は2021年の4月2日です。金曜日ですね。花の金曜日。花の金曜日です。で、今私は山口県のとある場所に、半固定です。半固定休憩中。430の休憩中とも言いますけど。まあね、場所はね、詳しくね、お伝えできないんですよ。なぜかというと、こういう場所だからですよ。こういう場所で。ね。こんな場所で。なのでね、ここ私の秘密の内緒の場所なんでね。ね。トイレはタダで貸してくれるわ。中のものはね、タダで見れるわね。で、店員さんに仲良く話しかけられるわね。ご飯は有料だわね。で、綺麗なお姉さんがいるかどうか知りませんけれどもね。で、こんなね、こんなどっかのスクラップワーゲンみたいなやつもね、いるしね。緊張るの看板もあるしね。なんかね、コカ・コーラの看板もあるしね。まあ、そんなところの、内緒のスペースでね、休憩中です。はい。内緒ですよ。はい。誰にも行っちゃいけませんよ。熊毛のモノハウスにいるとかね、行っちゃいけませんよ。内緒ですからね。ここだけの話ですよ。ここだけの、はい。あなたと私の、ここだけの話です。はい。たところでね、今日で私の仕事は、ひとまず終了と。この便はね、ひとまず終了です。で、まあ、来週から親父、何やるんよと。とりあえずね、来週月曜日は年休もらいました。はい、年休でね、この際ね、月曜日休みもらったんでね、ちょっと、いろいろ、求人活動とかね、就活とかね、だと散髪もしようかなと、で、孫の子守りもね、するんですよ。なのでね、月曜日忙しいですね。明日、明後日、もちろん休みです。で、その間にね、命の選択をね、しようかと思っております。はい。まあ、とりあえず来週はね、まあ予定ないですわ。失業ですよ、はっきり言ってね、私ね、失業ですよ。私はクビになってもいいんですよね、ね。私みたいな、この、有料運転手。はい。言っちゃなんですけれども、私、ゴールド免許ですよ。まあ、ゴールド免許ね、腐るほど、世の中ね、腐るほどいますけれども。はい。おそらくね、16年ぐらいね、おそらく、無事故無違反ですよ、私。はい。こんな私ですよ。こんな、運転にね、気をつけてる。こんな私ですよ。そして、この会社に入ってね、3年ちょっと ?9 月で4年になるんかな。ちょっとね、その辺がね、忘れましたけど。はい。何年に入ったか忘れましたわ。もう3年はね、丸3年はね、経ってるんですけれども。その間ね、無事故も違反。もちろん無事故も違反。で、物損事故もね、物損もゼロですよ。で、トラックはね、1ミリも当てたことないです、私。そんな私ですよ。そんな私の、YouTube の動画がね、危険という、バカがいますからね。はい。すいませんね。まだ頭にね、血が昇ってるんでね。はい。まあ、こんなとこでね、鼻くそを相手にしてもしょうがないんでね。まあ、鼻くそとけじらめの話はね、やめますけれども。まあ、ちょっとね、行儀悪くてすいません。こう、立て膝でね、よく親父から言われましたよ。死んだ親父からね、立て膝やって飯を食うもんじゃないと。あ、車は、あ、違うな。うちの営業所の車かと思いました。立て膝やって飯を食うんじゃないと。
うちの親父はね、あの学のない学のないやつでしたけどね、はい、小学校しか出てない学のないおバカさんでしたけどもね、あの飯食うときはね、なぜか正座して飯食ってましたね。変なやつと思いましたけども。まあそいつはね、そういったあれはまあいいんですけれども、今日までです。今日まででね、一応は終わりといったところでね。で来週はね、本当まあ月曜日年休でね。であとまあ火曜日出ますけれども、まだうちの車ね、スタッドレスつけてるんですわ。そのスタッドレスのついてる車を、まあタイヤ交換か。タイヤ交換に行ってくれないかと。おそらくね、10台まではいないのかな。4、5台ぐらいに収まってんのかな、もう。20台。約ね、20台ぐらいね。いや、20台もいないか、車。何台いるんかな、うちね。ほんとね、ほんと私ね、自分のこと以外はね、目向けないんでね。なのでね、車が何台いるかだとか、ドライバーが何人いるかとかね、さっぱりね、わかんないんですわ。そのことはね、どうでもいいんでね、私は。なのでね、で、いつも私出勤していったらね、もう3分の2はね、車いないんでね。今日出かけに5台ぐらいいたんか、駐車場に。でね、2台ぐらいは、この車も含めて、もう1台、スタッドレス履いてた車がいたなというんです、いった感じですけどね。あと、出っ払ってる車もいたんでね、そいつらがね、何台いるのか、わかりませんけれども、まあ、来週か、水木金か、にかけて、まあ、タイヤ交換行こうかなと。二日ぐらいでね、済ましたら、あとやることないじゃないですか。どうせ来週一週間はね、なんか雑用か、なんかなんでしょうから。はい。なのでね、まあ時間はあると。金と時間はあると。ないのは、女と性欲と。なことないか。なことないか。でね、なのでね、その前にですよ。鉢巻きとサングラスやってますけど。はい。まあ、たまにはいいんかなと。この、昭和のトラック野郎みたいな感じで、こう赤シャツ着てね。赤シャツ着て、鉢巻き巻いて。これダンプの運転手ね、多かったですよね、昔はね。で、このダンプの運転手も半袖じゃなしにね、なぜか七分袖みたいなんでね、アーマシ袖をめくると下からシャツが出てくるみたいなおじさんがね、たくさんいましたけれども。はい。で、そんな中でね、来週はまあ、ぼっちぼっちとやって、再来週ですね。再来週から、おそらく、高速、全線高速の仕事をぼっちぼっちやるんじゃないのかなと思っておりますけれどもね。はい。まあ、再来週わかりませんけれどもね。うちの所長と大喧嘩しました。ちょっとした小喧嘩しましたんでね。はい。なのでね、仕事くれるかどうか知りませんけれども。はい。そんなところになってね。まあ、なんもな、火の突っ張りにもなれませんけれども。いったところでね、まあ、来週はそんな感じで。で、動画もですね、走行動画撮れないんでね、ほんと申し訳ない。でね、多くの人はね、私の運転を見ながら、で、いろいろね、その、動く車両を見ながら、こういった車両は要注意だよね。歩行者は注意だよね。自転車はこうだよね。ああだよね。で、横断歩道に差し掛かって、交差点に差し掛かって、その時にはどうだよね。ああだよね。という動画を、すごくね、役に立ったという方がね、コメントでもね、いただきました。
参考になったのに残念ですと、そう言っていただけるだけでもね、嬉しいです。嬉しいです。はい。そもそもね、そういった人の役に立てる動画をね、作りたかったんですよ、私は。本来はね、本来、その情報、これ情報発信ですからね、YouTuber というのは。で、自分の持ってる知識だとかを発信していく。で、その人の思い、感情。で、まあ、たまには違う発信したりもしますよ。神様じゃないんだから。で、それによって人は、いや、そこはそうじゃないですか。自分はこう思いますよ、と。あなたはどう思いますかみたいな感じでね。そういったコミュニケーションでね、やっていくのが、この YouTube のね、この動画配信のいいとこじゃないのかなと思うんですけれどもね。それをですね、どっかのバカみたいに、なんかねえ、私みたいな、私自信持って言いますからね、私有料運転手だと。はい。で、まあ動画配信中でも絶対、動画配信中になんかね、ほんなへーってやって、ボーン、お釜とか掘ったら、ほんと、それこそバカじゃないですか。なのでね、ほんと、最新の注意を払って、そんなんカメラばっかりね、見て運転するわけじゃないですよ。ほんとね、最新の注意を払って、車間距離もしっかりとって、ブレーキもね、急ブレーキにならないように、後ろの荷物が崩れないように、ね、ほんと最新の注意を払って、運転をし、で、動画を撮りつつ。でね、カメラ回してね、動画を撮って喋ったからってね、そんな注意散漫になってね、事故しないですよ。逆にですね、私はまあ、ラジオか、Bluetooth で音楽聴きながらね、演歌を聴きながらね、運転するんですけれども、ほんとね、逆に眠いです。はい。ほんとね、逆にね、眠いです。逆にね、事故しそうですよ。ほんと。なのでね、ほんと余計なことをしてくれやがったなとは思うんですけれどもね。多分ですね、それ、まあ、多分ですけれども、私のことが嫌いなやつなんでしょう。おそらく。はい。まあ、どこの世界でもいますよ。本当、なんて言いますかね。1万人、2万人探せば、この親父の顔が気に入らんとか、喋り方が、いつもこのね、どもって、下噛んで、もう噛みまくりのこの親父の喋ってるやつ、なんか好かんなと。で、そこの会社に電話を入れてやれみたいなね、やっぱね、いるのかなと思いましたね、そんなやつも。はい。まあ、言っても不思議じゃないですけどもね。はい。まあ、世の中、いろんな人がいるんだな、ということですわ。はい。まあ、そんな腹くそにはね、負けませんけど。負けんというか、まあ、腹から相手にしてませんけれどもね。はい。なので、まあ、動画みたいなのはね、で、ネタはね、つきませんからね。まあ、今回、こういったね、バカだな、鼻くそみたいなやつがいたわけじゃないですか。それでも動画10本、20本、30本作る自信はありますからね。こういうのをネタに作る自信ありますからね、はい。これ鼻くそだけでね、50本ぐらい動画作れますよ。はい。なのでね、動画のネタに関してはね、まあ、走行動画が作れないから、もう YouTube できないわ、というのはね、全くないですね。はい。それがダメならこれをやろうと。じゃあ、これをやってみようか、こういうのやってみようかと。まあ、ネタはね、たくさんあるんですよ。すっごくあるんですよ。なのでね、別に走行動画撮れんでもね、屁の突っ張りにもね、なれませんわ。はい。要するに、走行中に喋ったり、なんたりかんだりのがいけん、
というらしいんで、これからあのドライブレコーダーのドライブレコーダーの映像を元にアフレコでねやったりもできますので、はい、もうあのどんな動画でもね作れるんで、皆さん心配だという方いらっしゃるかもしれませんけれどもね、全くそういうのはねないんで、はい、でまあ仕事自体はね今一般道国道2号線を主に使ってね広島まで行ってますけれども、まあ、とりあえずはねまあその仕事が今なくなったんでね、今日限りでなくなったんでね、でとりあえずはまだ乗り回しでやっているそっちの方をしばらくやって、でまたなんというか荷主の方からねこういう仕事があるんだけどお宅やってくれないかというのがもし出てくれば、私がそれをやるかもしれないし他の人がやるかもしれないし、私はまあこれからずっとその高速便のその仕事ばっかりをやるかもわからないし、それはどうなるかわからないですね。もしかしたら予想の会社に行くかもしれないし、はい、それはねわかんないですね。はい、なのでね、まあ運転手、まあ運転手っていうか、まあこれトラックのね、トラックの動画なのでね、なのでまあこういった動画はね、まあトラック乗らなくてももう40年ぐらい知識があるんでね、テーザー放送さんみたいにね、の鉄夫さんみたいに後ろにねこのアンチ鼻くそみたいな感じでねこうね、で動画をね撮ることもねできるんですよ。はい、なのでね人のネタをねパクってもねなんてことないし、よくねネタをパクるというかそのネタをそのまんまセリフもね 100% パクったらねそれはいけませんけれどもね、でも自分なりにその人の例えば定山宝蔵さんとか他の何アーチャイさんとか誰だ忘れた鉄人じゃない、なんとかあやとサロンさんなんかいるじゃないですか、ああいう動画を見てああこれいいこと言ってんな、じゃあ自分の言葉でアレンジしてやってみようかなと、それパクリじゃないですからね。はい、まあそのネタを元に自分も自分の言葉でアレンジして喋るのは全然それオリジナルですからね。よくねまたこういった鼻くそがねいるんですよ、誰々さんがそ同じことを言ってたけどパクリじゃないみたいな、まあ私じゃないんですけどもね、前どっかのでコメント入ってましたね、それパクリじゃないですかと、全然パクリじゃないだろうと、なんでそんな本当なんというかな、そんなくだらないことをいちいちコメントするんかなと、そんな暇があったらお前テレビでサザエさんでも見とったら方がいいんじゃないのと思いますけどね。はい、まあそんなところでまあくだらない話はいいんですけれどもね、でこれから今ですね17時45分ですね、まだね30分ばかり、20分しかまだ止まってないんでね、1時間休憩して帰ります。はい、430は30分の休憩ですけどもね、サラリーマン運転手なので休憩時間は1時間バッチシ取って帰ります。なんでねまあ会社に帰るんがね、今日これ箱の中をね綺麗にして帰るんでね、で今空容器が乗ってるんでね、その空容器を全部下ろして帰るんでね、まあ会社に帰るのは8時頃かなと。はい、そんなとこですね。それからまあ30分ぐらい、土日がね雨なんでね、で雨風っていうかね多分横殴りのね雨だと思います。で黄砂の影響でね、昨夜もねちょっと雨が降ったんだと思います。フロントガラスがすごく汚くてね、朝出かけでちょっと流したんですけれどもね、
で、黄砂の後の雨ってね、すごく車がね、汚れるんでね。特に西日本の方、関東の方まで黄砂行ったのかどうかわかりませんけれどもね。特に西日本の方。私、山口県に住んでますけどもね、すごかったですよ、黄砂がね。まだ空気中にね、それ、残ってると思うんですよ。なのでね、その、雨が降ったらね、ほんとね、すごい汚い雨が降ります。で、乾いたらね、ほんと、車がね、すごく汚くなるんでね。なのでね、それがね、土日が雨なんでね。まあ、そうは言ってもね、お世話になったんで、9ヶ月か、この車、7ヶ月か。9月からね、やり始めたんでね、8月からね、乗り始めたんでね。8、9、10、11、11、12、1、2、3、3、3、3ヶ月、8ヶ月か。8ヶ月と1週間ぐらいですね。はい。なんでね、まあ、お世話になったんでね、最後、ちょっと、全体的にやるとね、夜なんで見えないんでね。で、中途半端だったら、洗うんがね、何、中途半端というかね、夜洗うとね、なかなか、洗ったとこと、洗わないところがね、わかるんでね、明るい時にやりたいんですけれどもね、土曜日わざわざ出てくるのもね、ちょっと大変でね。なので、まあ足回りとキャブぐらいはね、あとめっきりか、めっきりをね、綺麗にして帰ろうかなと思っております。はい。まあ短かったけど、私の相棒だったんでね、そのぐらいはしないとね、やっぱ道具をね、ちゃんとね、しない人はね、いい仕事できないですよ。はい。で、そうやって、可愛がってあげるから、自分の思う通りの操作ができたりね。で、故障もしないし。で、車も洗わない。メンテナンスもしない。もう、タイヤの溝に小石がはまっててもね、もう何にもしない人がね、まあ、それくらいはするかもわかんないですけれどもね。まあ、とにかくね、車を可愛がらない人っていうのはね、やっぱり車も機嫌をね、損ないますよ。なのでね、本当日頃から可愛がってやれば、自分の思うように動いてくれると、いったところじゃないのかなと思いますけれどもね。はい。そういったところで、本日の動画は終わります。まあ、これからはね、こうやって止まって喋るぐらいですけれどもね、まあ、こういった動画と、まあ、あとはドライブレコーダーの映像を元に話していこうかなとも思っておりますけれども、はい。またね、ライブ配信もね、やりますよ。怒りのライブ配信。まあそんなね、怒ってもしょうがないけど。はい。そんなところで本日の動画は終わります。あ、そうだそうだ。最後はね、この私の今乗っているこの車番ですけれどもね、もう私乗ることないと思います。おそらくね、乗ることがないんじゃないのかなという気しますけれどもね、また縁あってこの車に乗り出した時には、またまだ、動画の中で言いますので、また2号線に出てきたよ、みたいな感じでね。で、スライドとかね、なかなかわかんないと思うんですわ。ね。スライドとかね、なかなかね、わかんないと思います。なのでね、今度からね、こういったね、カラーシャツとか着てたらわかるじゃないですか。なんかおお、あそこの車だ、みたいな感じで。で、色付きのガラシャ、こんなね、原色の、こんなんね、来てたら、おう、親父だみたいなんで、わかるじゃないですか。車番だったらなかなかわかんないしね、うち車がたくさんね、いますんで。で、例えばですよ、
ツイッターだとか、ツイッターだとか、YouTube の何かな、あら、まあ、事前に、今日はこの服で出勤だ、今日はこの服で出勤だ、みたいなことをね、やったらね、みんな、そういうとこわかるかもしんないな、と思うんですけれどもね、はい。そんなことをやってみたいな、と思います。はい。事前に、今日は赤色のシャツを着ています。青いシャツを着ています。黒いシャツを着ています、みたいなね。今日は会社のブルーのシャツを着ています、みたいな感じで。はい。だったら、わかりやすいから。まあ、夏になればね、みんなブルーのね、ポロシャツ着てるんでね。はい。なのでね、夏は、白の T シャツだったら親父が乗ってるよみたいな感じで、青いシャツだったら親父だよと、今日は真っ赤な T シャツ着てるよ、それが親父だよみたいな感じでね、還暦なので、はい、そういったところでね、やってたらみんながねスライドを分かってくれるんじゃないのかなと思っております。はい、みんなところで最後でありましたけれども、なのでね、もうこの動画もね、今日金曜日なんでね、土曜日か日曜日にはアップしようと思います。で、もう4月の5日か、5日からはね、もう今現在のこの車は私乗っておりませんので、で、来週1週間は私外へ出ませんのでね、で、うちの車を見かけてももう私が乗ってないんでね、それ、私じゃないので。で、元のこの車にね、を見かけてもね、あ、親父かなみたいな感じでね、近づかないように、危険な人がね、乗ってるかもしれないので。冗談ですよ、それは。それはね、冗談ですよ。いい子なんです、はい。仕事用するしね、ほんとなんというかね、いい子です、はい。なのでね、で、夜使うんでね、夜の2号線をね、走るんでね、まあなかなか、まあ車自体も気づかないと思います。もしかしたら車番見てね、あ、これ親父じゃないのかなと思って、あ、コンコンコンみたいなことをね、やったらね、怒られるかもしれませんよ。はい。それだけはね、やめてください。もう、この車にはね、乗らないと思うんで、多分ね、乗らないと思うんで、はい。その辺は、重々、モナルと、マナーを守ってよろしくお願いします。それでは、この動画以上になります。ではまたっていうか、明日も明後日もし明後日もずーっと動画はね、アップしますので、とりあえず、2号線は、しばらく、私というか、ね、2号線というか、まあいいか。はい。ということで、最後、おかしくなりましたけど、ありがとうございました。バイバイ。